みなさん、こんにちは。滝沢勝成でございます。勝成オブザ滝沢でございます。どうも、みなさん、こんにちは。本日は、初心者はこれ弾けシリーズということで、完全感覚ドリーマーという曲を練習しておりまして、この2本目の動画では、イントロが終わった A メロ、B メロ、サビのパートを皆さんと一緒に練習していこうかなと思います。1本目の動画でも言った通り、そのイントロと比べちゃうと、難易度的にはね、このメロの部分の方が全然簡単なので、頑張ってイントロ乗り越えられたら、オクターブ奏法を身につけて、頑張ってストロークとかもね、乗り越えられたら、結構楽できると思うので、この辺はですね、気軽に楽しんでいただけますと幸いでございます。でもしね、ややこしくて、ああ、ダメだ、これは楽譜が欲しいみたいな感じの方がいらっしゃいましたら、楽譜今回も用意してございます。概要欄の方にね、リンク貼ってありますので、もしよければ、お求めいただけますと幸いです。でも、まあ、何度も言う通り、楽譜なくても動画だけで全然弾けるので、もし興味があれば、検討していただけますと幸いでございます。ではでは、画面ドンズバババンとお手元をお見せしながらやっていくんですが、A メロ。そうだな。ちょっと一回弾いてみます。こんな感じ。ワン、ツー、ワン、ツー。こんな感じです。順番にいきましょう。まず1個目のコードが、5弦から0、2、4というものです。で、オクターブ奏法のときに身につけたこの中指、薬指のミュートで6弦をミュートしましょう。で、これを、4つ、弾きます。バー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 、そして止める。中指とか薬指とか、もしくは親指とかでこの6弦の音をミュートできるといいかなという感じですね。ゼロ、これを4回。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、スリー、フォー。で、その後アップから5回弾きます。ハリマナダ、山越、ハリマナダ。山越、ハリマナダ。相模原でいや、淵野で、相模原。で、その次、244、5弦から244にして、また同じリズムです。淵野で、相模原。その次、中指で6弦の4フレットに行きます。で、この時に中指のお腹のところでこの5弦をミュートして、4×44 の音質ができるようにしましょう。4×44。淵野で、さらに。で、その次、人差し指が5弦の4フレットで、で、薬指が4弦の、ん？違う、人差し指が5弦の4フレット、薬指が4弦の6フレット、小指が3弦の6フレットっていう感じで、この5弦から4、6、6というフォームを作ります。で、最後の相模原は淵野辺になりますね。淵野辺、アップから淵野辺。こんな感じ。もう一回いきましょうか。1個目のコードが5弦から0、2、4。2個目のコードが5弦から2、4、4。で、中指で6弦に行きまして、4×44。なので、この小指、薬指とかはずっとこの辺固定なわけですね。特に小指。で、その次、小指、薬指が2個こっちに来て、人差し指が5弦の4フレットに来まして、C シャープマイナーを弾くと。ゆっくり、ツー、スリー、フォー、淵野で、さがみなら、淵野で、さがみなら、淵野で、さがみなら、淵野で、
2回丸々繰り返します。今8小節弾いたんですけども、この8小節をもう1回丸々繰り返します。縁延べ、こんな感じでございます。で、これを2回丸々繰り返すと、すげえシンプルじゃないですか。イントロに比べるとめっちゃ簡単な感じですよね。で、B メロになるともっとシンプルでございます。ちょっとコードの形がね、押さえたことないから、わーってなるかもしれないですけども、慣れちゃえばすげえ簡単。B メロ、こんな感じ。やってみましょう。まずコードが、最初中指で6弦の5フレットで、さっきと同じような感じで5×66の位置に小指と薬指がきます。 5×66 で、人差し指でこう全体的にミュートをしてあげて、余計な音がないようにカバーしてあげましょう。で、全部の弦を弾いてこの音を鳴らすと、今、5×66と言ってるんですけれども、これを4フレットにまとめます。次は4フレットにまとめます。4×44。で、その次、人差し指が5弦の2フレットに行きます。中指はなくなって5弦の2フレット。つまり5弦から244ということですね。で、これは丸々2フレット上げます。こんな感じ。こんなノリです。で、あわよくば中指で6弦とか、ね、使わない弦をミュートしてあげると良いかなという感じですが、まあ、この4つのコードを弾いていきます。まず最初のこのコードは、伸ばすだけ。で、その次、この444のコードでガーッ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 という音を入れてあげます。ガーと一回弾いたら、ダウンでツー、アップでガ。ガー、ツー、ガー、ツー、ガー。このツガを三ツガします、三ツガ。まあ、ドントセイレイジのところで、なんかすごいね、こういうね、ミュートの練習とかたくさんしたと思うんでね、またかよって感じかもしれないですけれども、ツガを3回。ガー、ツー、ガー、ツー、ガー、ツー、ガー。で、その次3つ目のコードは鳴らして OK、鳴らしっぱなし OK。で、その次4つ目のコードも同じ感じで、ジャーといったら、ツガを3回。ジャー、ツガ、ツガ、ツガ。これが8小節です。8小節。もう一回いきましょう。ワン、ツー、スリー、フォー、伸ばす。2、3、4、ワン、ツー、スリー、フォー、ガー、ツガ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 、その次、またこの8小節の半分、4小節を繰り返すんですけれども、やってみましょうか。ここでしょ。で、その次、222、このコードフォームを2フレット下げて伸ばす。2個上げて伸ばす。で、最初の566にして伸ばす。で、最後に7級のパワーコードで2回ババッと弾いて終わる。こんな感じが B メロな感じでございます。もう一回やってみましょうか。まず5フレットの位置ですね。これからスタートです。ワン、ツー、スリー、フォー、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 ワン、ツー、スリー、フォ
これが B メロ。わかんないところがあったら、ちょっと戻して、いろいろ確認してみてくださいませ。で、その次、サビに行くんですが、サビが一番簡単です。もう手っ取り早く簡単です。すげえ簡単です。パワーコードをジャカジャカ鳴らすだけです。人差し指がまず6弦の5フレットの位置からスタート。ここで諸説。ワン、ツー、スリー、フォー。で、2フレット上げて、一緒です。ワン、ツー、スリー、フォー。人差し指が5フレットの位置。7フレット。で、その次4フレット。で、弦が下に下がります。こんなん。もう一回。5、7、4、下に下がる。で、次もまた5からスタートです。次。5、7、4、もう一回。こんな感じのが続きです。すげえシンプルじゃないですか。5、7、4、下に下がる。5、7、4。で、このまま。で、また3段目、同じような感じで5からスタートします。5、7、4、下がる。また5、7。すごいシンプルですよね。5、7、4、下がる。5、7、4、4。5、7、4、下がる。で、5、7まで一緒。で、最後どうするかっていうと、5、7と来たら10で2小節。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、パーパー。これでサビが OK です。5、7、4下がる。5、7、4、4。5、7、4下がる。5、7、10。10。そんなノリです。ワン、ツー、スリー、フォこれでイントロが終わりという感じ。あ、イントロじゃない、サビが簡単という感じです。すごい、サクッと終わってしまいましたけども、これがまあメロの部分という感じですかね。なんとなく分かっていただけましたでしょうか。まあ、とりあえず分からないところがあったらね、そのビデオの利点、YouTube の利点を生かして、何回も何回もこの繰り返しをして、確認をしていただけますと幸いでございます。で、これをね、180のテンポで弾いていかなきゃいけないわけなんですけれども、そうなんです。せっかくだから、最後に、ゆっくりやってみましょうか。180。と言わずとも180に近いテンポで。あら、接続が。で、160とかでレッツトライ。いきます。ワン、A メロいきます。ワン、ツー、スリー、フォー。全体の構成については、また3本目の動画でやっていこうかなという感じでございます。とりあえず1本目の動画のイントロと、このエメロのところの動画ができれば、ほぼ8割、できたも同然なので、あとはね、ちょっとこの構成を覚えたりとか、新しいところを覚えたりとかするだけという感じでございます。
ちょっとややこしいところもあるかと思うんですけども、映画まで乗り越えていただきましたら幸いでございます。それではまた違うところでお会いいたしましょう。おっと、宝部さんから電話が来ました。それでは、さよなら、パッハイ違うところでお会いいたしましょう。おつです。